はい、みままでーす。今日はフランフランのハッピーボックスをゲットしてきたので中身紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタートー。こちら中身開けていきたいと思います。でね、実はもう中身私は見ちゃったので知っちゃってるんですけど、これはね多分フランフランの福袋みたいな感じのものやと思うんですけど、2種類あって、もう一個の方は、このボックスが青なんですけど、こっちはなんか家で使えるような、インテリア用品なのかな?ちょっとわからないんですけど、が入ってて、で、こっちはトラベル系のものが入ってるって書いてました。で、ほんまはね、青の方が欲しかったんですけど、まあ私が行った時は売り切れちゃってたので、なんかこっちにしてみたんですけど、これはね、1万2000円相当のものが入って、お値段は5000円でした。では早速開けていきたいと思います。まず1点目がこちら。こちらのビニールポーチが入ってました。デザインはね、こんな感じになってます。まあこれは使えるかなと思って、私的にはありですね。ね、ビニールなんで旅行行く時にこぼれたりしても大丈夫なようなものを入れれるかなと思って、これは使いたいと思います。2点目は、こちらのトートバッグが入ってました。これはね、ちょっと開けてみたいと思います。じゃじゃん!こんな感じのデザインになってました。これは何の絵なんやろ?マッチ?なんか地図?地図みたいな感じのプリントが入ってます。結構大きいです。でもなんかこれは、使うかな?なんかあんまり私の好みじゃないんですけど、まあでもトートバッグって結構ね、いろいろ使えるから、どこで使おうかな。お土産入れとかにいいですね。はい。3点目は、こちら。こんな感じの、普通にバススポンジが一つ入ってました。これはね、なしですよね。100均でも買えますもんね、これ。これちょっと残念やなって思ったんですけど、お色はね、ホワイトとグレーがちょっと混じってる感じの色になるそうです。これはちょっと残念かな。4点目。こちらのネックピローが入ってました。開けるとこんな感じになってます。いや、でも、触り心地がめっちゃ気持ちいい。何この生地。え、めっちゃ気持ちいい。これめっちゃ気持ちいい。ここにね、留める部分があって、これを、こうして、こうやって調節できるようになってます。これいいですね。飛行機とか乗るときいいね。車の移動のときとかに良さそう。でもめっちゃ気持ちいい。でもこれも、ありな商品ですよね。普段絶対自分で買わへんから、私的にはありでした。続いて、5つ目。こちらのビニールポーチが入ってました。これはめっちゃ興奮しました。このデザインがめっちゃ可愛いと思って、これをね、嬉しかったですね。これもね、なんかいろいろ入れれそうやし、収納とかでも使えそうやなと思って、今ね、何に使うかちょっと悩んでるんですけど、これはだいぶありな商品でした。で、6つ目、これもめっちゃいいと思って、こちらのね、ルームスプレーが入ってました。開けるとこんな感じになってます。消臭除菌ができるルームミストになってて、これがちょっと嬉しい。結構ね、そんなに大きくない。私の、まあ、手のひらぐらいのサイズなんで持っていくにもコンパクトやし、これはぜひ使いたいと思います。続いて7つ目、これもねいいなと思ったんですけど、こちらはね電動歯ブラシになります。中はこんな感じのものが入ってました。色もねシルバーやし、なんかねデザインもめっちゃおしゃれで、これお気に入り。電動歯ブラシとか持ってなかったからめっちゃ嬉しい。かもね、親切に言ってください。電池まで入ってる。これ、ここに入ってるの貝やったんですね。もう、すでに1本ついてました。1個抜いたら、ここに電池入れる部分があったんで、ここに入れますね。あー、めっちゃ震えてる。あ、これめっちゃいい。はい、これもめっちゃありな商品でした。これだって買おうと思ったら2、3000円するんちゃいます?次が最後になります。こちら、バスタオルが入ってました。これも柄がめっちゃ可愛い。いいですね、これも。これ海とかプールとかに行った時に良さそうですね。
かタオルケットとしても使えそう。後ろの生地がねモフモフしてて、子供たちのタオルケットに使うのもいいかも。めちゃめちゃでかいこのバスタオル。いやーこれも使いたいと思います。はい、ということで以上になります。もう空っぽですね。フランフランのハッピーボックスはどうでしたでしょうか。私的に使えるもんが多かったかなと思います。もしかしたらね、皆さんの中でもこのフランフランのボックス買われた方いたと思うんですけど、私はね、とりあえずその青のボックスの方がすっごい気になってて、もし買った方がいたらちょっとコメントで教えてください。どんなんが入ってたんか。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you!